こんばんは、藤本ひろしです、前回のラジオ動画第268回目の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。小梶島さん、いつもありがとうございます。藤本さん、こんばんは。影からサトルくんを温かい目で見守るまゆちゃんの関係性がいいのであって、まゆちゃんがサトルくんに恋愛感情を持つのは解釈違いというのは私と同じ癖かもしれません。前回ですね、そういう話をしたんですけども、別の例ではデパプリ40話で、ブラペの正体が匠だと知り思わず泣き出したプレシャスに慌てふためく匠の様子をミッフィー風のペケ口で見守るフィナーレが大好物です。ワンプリはデパプリよりも恋愛寄りな傾向が見えるので、私も眉目線で、サトル君といろはちゃんの、今後が気になって仕方がありませんと、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、前回ですね、前回もオープニングトーク的なところで話したと思うんですけども、まあ自分は里真由が好きだという話を散々しております。サトル君と真由ちゃんの絡みがめっちゃ好きだよという話をしてるんですけども、ただそこに自分は恋愛感情は求めてねえんだよっていう話をしたんですよね。あくまでサトル君といろはちゃんの恋愛成就は自分は祈っているものの、そこにいろいろちょっかい出すというか、そこをいろいろこうニヤニヤ楽しんでいるまゆちゃんが面白いなっていうところで、共感してくださった小梶島さんもいるということで非常にありがたいなと思ってるんですけども、そうですね、前回もお話ししたんですけど、これが好きなその癖を持ってる人たちっておそらくデパプリの匠くんとフィナーレまあの絡みも好きだろうなというのは結構共通認識なんじゃないのかなと思うんですけども、いいですよね、本当にね本当にデパプリの方も本当に素晴らしいんですけども、ただね、ちょっとフィナーレとはちょっとまた違う傾向というか、違うキャラクター、違う性格の持ち主ではありますからね、まよちゃんっていうのは。今後ね、どんな感じにこの展開が広がっていくのか、非常に非常に楽しみで仕方がありませんね。どうなるんだろうね。やっぱりこう、どんだけまゆちゃんがやっぱりちょっかい出したとしてもさ、いろはちゃんが気づかないことには、正直進展がしない部分ではあるじゃないですか。サトルくんはどうしても、好意はあるものの、半ばちょっと諦めムードなところも若干あるじゃないですか。諦めきれては全然いないけども、どうしてもやっぱりいろはちゃんというキャラクターは誰かに特別な感情を持つというよりは基本的には博愛の精神的なものを持っているキャラクターではあるので、まあ動物人間分け隔てなく本当にみんな共通というか本当にもう平等に愛してるっていうようなキャラクターなので、そこでやっぱりサトルくんが特別な感情を抱いてるんだよっていうのにいつ気づくかっていうところになるとは思うので、いやー、そこら辺の架け橋がまゆちゃんになってくれるのかな、ちょっと微妙かなとは思うんですけども、まあそこら辺が意外や意外、大福とかが絡んできたりするのかな、よくはまだちょっと展開が読みませんけども、非常に今後もそこら辺楽しみですね。本当にでもデパプリよりもそこら辺の色がなんとなく強いなというところは自分も感じているので、いやー、どうなるのか今後の展開楽しみですね。ということで、小梶島さん、ありがとうございました。ということで今回も始めていきましょう。第269回目のラジオ動画ですね、始めていきましょう。改めまして、藤本ひろしです。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。
プリキュアっていう番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と呼ばれる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのは現状でございます。まあ当たり前なんですけどね。なのでそんなせめて大きなお友達界隈に向けてこのラジオ動画作っております。皆さんからの意見を集めまして、それを自分が紹介していく、また自分自身藤本博史の意見もたくさん喋っていこう、そんな感じの趣旨のラジオ動画になっております。ということで、いや本当に皆さん毎週コメントありがとうございます。こんだけね続けられてるのは皆さんからコメントを絶えずいただいてるおかげでございます。本当にありがとうございます。ということで、前回のラジオ動画第268回目の動画にいただいたコメントの続き読んでいきたいと思います。メリーアンさん、いつもありがとうございます。藤本さん、ワンプリ27話も面白かったですね。もう3クール目に突入ですよ。この時期だけで未だに敵サイドさんが全く不明なのに、ストーリーは毎回面白いという不思議な作品です。今回ツチノコ探しの回でしたが、ニコガーデンの方には普通にツチノコがいるという新たな謎も生まれましたね。まあでもプリキュア世界には人魚もカッパもいますからね、ツチノコの一つや二つどうってことありませんね。今回の主役はやっぱり、ユキちゃん、ニャミーでしょう。蛇という彼女の新たな弱点や、人間体でもついつい猫の癖が出てしまったりと、ポンコツな面が出てきました。顔芸も豊富にやってきて魅力も倍増です。ニャミーって歴代の紫プリキュアっぽさがあるんですよね。有能、ハイスペック、ワンランク上の強さ、そして時たま見せる可愛いポンコツっぷり。安定的紫ポジションですね。ニャミー大好き藤本さん、27話のニャミー感想をよろしくお願いいたしますとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、ゆきちゃん、にゃみ、よかったですね。まあ、ゆきちゃんの話題の前に、ニコガーデンってさ、なんかこう、こっちの世界で絶滅した動物たちがいるよねっていうところでいろいろ喋っていたんですけど、ツチノコもいるんですね。どうなんでしょうね。ツチノコ、まあ、ツチノコはまあ、存在しているという体で進めるのであれば、そこら辺もまあ、別に不思議ではないのかな。という中で、ニャミですね。いや、素晴らしいですね、やっぱり。まあ、散々の自分はユキちゃんの話を最近していなくて、里眉、里眉と喋っていましたけど、でもやっぱ自分は変わらず、ワンプリの推しプリキュア誰って言われたら、多分、キュアニャミはまだブレてないかなとは思うので、ユキちゃん、キュアニャミは大変ね、今週魅力的なシーンが多くて、よかったなと思いますね。うん、さっきデパプリの話も出しましたけど、自分キュアフィナーレもすごく好きなんですよ。フィナーレの好きな点として、まあいわゆる転生プリキュアというか、まあ敵から味方になったプリキュアの一人ではありますけども、そういうプリキュアって結構仲間になったらポンコツになるみたいな風潮がよくあるじゃないですか。それ自分あんまり、まあ好きだけど、あんまりそうファンが言いすぎるのも良くないなって思ってる中で、フィナーレってすごく最後までちゃんとこう自分の意思を、まあなんて言うんだろう、そのポンコツさもあったけど、そんなにこう急ハンドル切ってキャラクターのイメージが変わったっていうことはフィナーレなかったので、自分そういう意味でもフィナーレすごく好きなんですけど、ニャミーもそういう意味ではポンコツっぷりっていうよりはこう可愛らしい面が出てきてるなっていう感じがして、自分はすごく良かったなって思いますね。なんかこう映画の最近その情報が小出しにされてるじゃないですか。映画ね、まあいよいよ公開が迫ってきましたけども、まあそんな中でその映画のキャンペーンというか、そのツイート、まあ今はポストか、 X のポストの一つで、まあ出演キャラクターのプロフィール帳みたいなのが出てくる、まあポストがあったんですけど、そこでニャミがですね、まあ苦手なものあるわけないみたいなことが書いてあったんですよね。で、あーニャミーってやっぱりすごいんだなっていうところなんですけど、でもあくまでそれってニャミーの言葉ではあって、今回のヘビであったりツチノコであったり、まあ苦手なものあるんだよなっていう、ただそれはニャミーが自覚してないだけっていう、てか認めてないだけっていうそれもまたユキちゃんっぽい、ニャミーっぽくていいなと思いますね。うん、どうなんでしょうね、今後ニャミーはどんどん可愛らしい面が見えてくるのか、それとも凛とした性格を保っていくのか、そこら辺はね非常に今後楽しみではありますけども、うん、個人的なその今週のニャミーの
気になった点としては、自分まあ他のプリキュアたちってガルガルを浄化、まあガルガルたちをその浄化するために結構抱きしめたり抱擁したりするシーンが非常に今まで多いんですよね。で、まあリリアンなんかもそういうシーンは見えたりするんですけど、今回ニャミーがね、今まで全然やってこなかったんですけど、まあ今回改めてそれをやれと言われて拒否してるっていうシーンがやっぱりニャミーというプリキュアのその際立ってる個性というか、そこら辺がすごく面白いなと思いますよね。その肉弾戦というものを封印というわけではないけど、あくまでやっぱり戦う相手がガルガルというそのニコガーデンの住人たちだから攻撃はできないっていうところで、やっぱりそういうその制約をがあっての肉弾戦封印というものが今作あるわけですけど、ニャミーは最初それを破っていたわけですからね。てかまあニャミーはそのニコガーデンうんぬんかんぬんっていうことは全然事情を知らなかったから、まあしょうがないことではあるんですけど、だからそこら辺のなんかこう線引きも面白いなって思うし、ニャミーの今後どうなるのかっていうのは非常に楽しみですね。うん、映画とかね、さっき今また映画の話しましたけど、映画とかはどうなるんでしょうね。なんかオリジナルキャラクターうんぬんかんぬんいろいろ出るみたいですけども、ニャミーはどういう活躍をするのかな、映画で非常に楽しみだなと思いますね。うん、ということで、いやワンプリ本当におもろいね。うん、なんか前回も言いましたけど、やっぱ1年スパンでやってるからこその魅力的な描き方が多いなと思って、すごくいいなと思いながら毎週楽しんでおります。ということで、メリーアンさんありがとうございました。はい、ということで、ではでは次のコメント読んでいきたいと思います。大好きにゃんこさん、いつもありがとうございます。ネット上で画像生成 AI を使用した場合の著作権についての見解を見てみると、画像生成 AI で作られた画像でも訴えられる場合があるということみたいですね。前回ですね、画像生成 AI についていろいろ喋ったんですけども、それの続きですね。画像生成 AI 自体は機械でも、それを使用するのは人間なので、使用した人物の意思が反映されて著作権侵害に当たる場合があるとのことです。結局今までの二次創作の扱いと変わらないのかなと個人的には思いました。今までの二次創作と画像生成 AI の違いは、絵を描く技術がなくてもそれっぽい画像が作れてしまうという点でしょうかと、コメントいただきました。ありがとうございます。まあ言った通りなんですけども、前回ですね、画像生成 AI というものをあるよという話をしまして、まあそれにまあ追記してというか、それに加えてまあプリキュアのいわゆる公式の画像動画いろいろまあ含めて、いわゆる二次創作っていうものの規制がなかなかプリキュア公式してくれねえよなっていう話をしたんですけども、まあ画像生成 AI はやっぱりどうしてもやっぱりそれぞれの使う人のモラルに頼ってしまう部分があるのかなとは思うので、どうしてもやっぱり扱うコンテンツがどうしても定義が広いというか、やっぱアニメ漫画いろいろありますけども、どうしてもこう著作権侵害かどうかっていうのがやっぱり著作権元の判断に委ねられるっていうのがどうしてもやっぱり線引きが難しいので、やっぱりね、どうしても画像生成する側の意思の問題になってくるのかなとは思うけど、でもそれはやっぱり制御しきれないものではあると思うので、やっぱり法整備的なものが必要なのかなとは思うけど、でもそうやってがんじがらめにしすぎるのもなんか良くないのかなとか思うんですけど、どうなんでしょうね、画像生成 AI。 まあ悪用する人は本当に良くないんだけど、でもそれをプラスに使ってる人ももちろんいるわけだからね、全てこう否定するわけにもいかないから、まあ前回も言いましたけど、自分もその動画編集を毎日してるわけなんですけども、動画編集をする中で自分も AI 技術っていうものは
使っていて非常に便利なので、まあ、自分が使ってる AI は AI は画像生成 AI ではないんですけど、またちょっと違う種類の AI 技術を使って動画編集のこうサポートをしてもらってるっていうことはしてるのでね、難しいところだなとは思うんですけども、まあその中でもう一つコメントをいただきましてですね、ですね、ほうじ茶さんですね、ありがとうございます。藤本さんこんばんは、コメント失礼いたします。一時期ツイッター内でプリキュアの公式画像のスクショをツイッター等で使用して投稿するという行為は、見逃されてはいるけれどグレーゾーンだよねというような話題が上がっていた、覚えがあります。上記の記憶はこのラジオを聞いていて、思い出したことですが、つい最近私もそんな出来事を忘れて公式画像を使用した投稿をしてしまいました。藤本さんを含め公式画像の使用を控える配慮をしている方もいらっしゃるのも承知ですが、私のように権利意識が欠けているものや、そもそもグレーな範囲を知らないという人も多いと思っています。我々ファンが正しく利用する意識を持つことが大切だと思いますが、そのためにも一度公式から二次創作や画像使用のルールを提示してほしいという考えに共感しています。現実的にそういったルールを課する場合、どのような規制や表記があればプリキュアというコンテンツを清く楽しめるようになるかと思いますか。ぜひお聞かせ願いたいです。長文失礼しました、とコメントいただきました。噛みました、すいません。ということで、ですね、画像生成 AI っていうところはどうしても著作権がどうなんだっていうところにやっぱ帰着すると思うので、そこでやっぱりまた同じ話題になってくるんですけど、著作権云々観念っていうところで、要はそのプリキュア公式画像を使ってるかどうかっていうのが問題になってくるわけですよね、 AI にしても。でやっぱりプリキュア公式画像を Twitter なり YouTube なり、まあ各種 SNS で私的利用をするというのは、私的利用っていうのはまたちょっと違うな、その SNS 上で使用するというのはどうなんだっていう話なんですよね。一応東映アニメーションの Q&A みたいなところには使っちゃダメですよって書いているんですよ。ただこれは自分だいぶ前の動画でも言ったんですけど、これはあくまでこう決まりではあるけど黙認されてる部分があって、どんだけ公式画像公式動画を使っても著作権侵害として、まあ TwitterX YouTube なりで削除されてる、著作権侵害だから削除しますねとか、そういう例はそこまで多くはないと思うんですよ。まあさすがにプリキュア公式のそのお話、その動画そのままを YouTube にアップしたら著作権違反でアカウントバンなりされるっていうのは自分見たことがあるので、そこら辺はさすがにしょうがないのかなと思うけど、例えばその画像のキャプチャーとか一部分だけ、動画の数秒だけっていうのを切り取ったものを TwitterX YouTube なりで、TikTok とかもありますけどね、そういうのでアップするっていうのは今のところグレーゾーンになってるっていうのはまあある部分なんですよね。でも自分も偉そうに言ってますけど、去年とかまではずっとプリキュアの公式画像をずっと動画で使い続けてたわけですよ。 TwitterX でも毎週日曜日は自分はプリキュアの公式のキャプチャ画像をアップして感想をつぶやいていたわけですよ。だからそこら辺は自分が何を偉そうにっていうところではあるんですけど、でもやっぱり自分はそれがちょっと気持ち悪いなっていう、ダメなのかなっていうところがあって、最近はそこら辺は一切なしにしているっていうところではあるので、だからといってグレーゾーンではあるから別にダメ、まあダメではあるんだけど、公式がまだそういう注意喚起をしてないから別に今やってる人が悪いというわけではないんですよ。まあ厳密に言えばダメなのかもしれないけど、グレーゾーンだから黙認されてるっていう部分ではあるので、あんまりここら辺敏感になりすぎるのもなんかこう良くないのかなとは思うんだけど、でもやっぱりそういうやっぱりモヤモヤを抱えてる人は多いと思うんですよ。自分もやっぱりそういうモヤモヤがあったからこそ今プリキュアの公式画像を使うのをやめちゃったっていうのもあるので、だからこそこのほうじ茶さんもおっしゃってる通り、やっぱ公式からそういうルールを提示してほしいっていうのも自分結構よ強くあるんですよね。まあ、だからといって公式にそういう返答を求めるメッセージを出しまくるっていうのもまたちょっと違うんだけどね。そういう公式、東映アニメーション公式にこういうルール提示してくれませんかっていう、おそらくメッセージを何かしら発信すれば
いや、Q&A にダメですって書いてますよっていう返答しか返ってこないと思うので、だからね、難しい部分ではあるんですけど、っていう中で前回のラジオ動画でもお話ししたんですけど、アイカツですね。自分前回ちょっとうろ覚えでちゃんと話してなかったんですけど、ちょっとちゃんと調べてきました。アイカツアカデミーというものがあります。まあ、プリキュアと同じくジョジアアニメ枠に入るんでしょうか。自分は正直アイカツ全然詳しくはないんですけど、最近そのアイカツアカデミーというものが、出てきましてですね、これがすごく二次創作についての規約ガイドラインがすごく丁寧に、記載されているんですよね、公式ホームページに。ファンメイド二次創作ガイドラインというものがあります。今ちょっと公式サイト見ながら喋ってるんですけども、まあこのアイカツアカデミーっていうのがプリキュアとは違って、その配信っていうものもやってるんですよね。そのアイカツっていうアニメコンテンツだけではなく、アイカツアカデミー配信部というものがありまして、いわゆる YouTube で VTuber 的な、バーチャル YouTuber 的な活動をしているわけなんですよね。まあ、だからこその二次創作っていうその決まり事が作りやすいのかなとは思うんだけど、結構ね、見る感じ結構ファンに優しいんですよね。収益化 OK なんですよ。その YouTube の動画にも公式の映像をバンバン使って大丈夫ですよって書いてあるんですよ。まあ、ただそのメンバーシップ、その有料課金した人じゃないと見れないよっていう動画にしちゃいけないよとか、そこら辺のちょっと細かい決まりはあるものの、まあダメだよっていう部分はあるんだけど、基本的には結構緩い。ちゃんとファンが推し活するためにいろいろこうやってくれてるんだなっていうのは見て取れるので、まあプリキュアはいわゆるそういう配信業は別にやってないから、まあたまにイベントで YouTube でやったりするけど、別にそれメインじゃないから、だからなんかそこら辺も含めてどうなんだろうな、二次創作ガイドラインっていうものは作ってほしいなっていう部分はやっぱりあるんですよね、こういうアイカツの部分を見てると。どうなんだろうな。でも画像使用を OK にしちゃうと悪用する人が出てくるのはやっぱ確実なので、プリキュアってやっぱ規模がでかいから、どうなんだろうね。前回も話した通り、イラストやっていうフリー画像のサイトがありますけど、あれって1コンテンツにつき20枚までっていう決まりがあるんですよね。そういうものを設けるとか、いやでもそうしたらまたちょっと20枚以内で悪用しちゃいそうな人も出てくるだろうし、まあ公序良俗に反しないとか、宗教には宗教的な使い方はしないとか、いろいろね、このアイカツアカデミーのファンメイドコンテンツの規約にもそういうことは書いてあるんですけど、そこら辺はまあ当たり前としてね、どうなんだろうね。難しい部分ではあるんだけど、アイカツではないんですけど、自分が他に知ってる規約としては AI 画像作成禁止とかもあったりするんですよ。だからプリキュアな、今のところそのプリキュアの Q&A としては使っちゃダメっていうのが書いてしまっているので、ちょっとアップデートしてほしいなっていう部分は正直ある。どうしても YouTube でそのいわゆる収益化して画像を使って金儲けするっていうのは別にダメでもいいんですよ。自分は別にそれを自分は望んでる、プリキュアを使って金儲けしたいことを自分は望んではいないから、別に YouTube とか禁止してもらっても自分は全然構わないんだけど、その TwitterX とかでいわゆるアニメのキャプチャ画像を上げてそれが話題になってその作品が人気になるっていうのは、プリキュアに限らず今のアニメ文化のいわゆる一種の推し活になってしまってはいるので、そこら辺を全面禁止するっていうのは自分はダメ、ありえない、今の風潮としてはありえないのかなとは思うので、だからいやまあ今のままがいいのかなとは思うけど、公式サイトにはダメですよっていうのが書いてあるけど、今のところ黙認してくれるグレーゾーンっていう今の現状が一番いいのかなとか思ったりもするけど、やっぱりでもモヤモヤしてしまう自分がいるので、このアイカツアカデミーみたいな規約っていうのは
多少はちょっと、でもやっぱこのアイカツアカデミーっていうのは配信業っていうのがあったりするからこその規約だったりもするから。どうだろうな。全面的に使用していいようにすると多分悪用する人は絶対出てくるんだよな、その規約の穴を抜けて。うまいことやってくんねえかな ダメですよっていうのを今のところ書いてあって、それをこう、グレーゾーンとするっていうのはちょっと今のネット全盛期において少しアップデートする必要はあるのかなと自分は今思っているので、収益化ダメとかかな。収益化ダメとか、TwitterX だったら青バッジ、その課金バッジだったら、いわゆるそのバズったポストに対してお金がもらえるっていう仕組みがあるじゃないですか。だからこそ今インプレゾンビっていうのがすごく蔓延してますけど、だから青バッジ、収益化するんだったら使っちゃダメとか、完全にお金が発生しない方向なら使っていいよとかならいいのかな。どうだろうな。どうだろうな。なんかそこら辺もなんかいろいろかいくぐってやっちゃう人がいそうなのが怖いんだよな。YouTube だったら収益化禁止とかね。なかなか難しいとは思うけど、皆さんどう思いますか？自分は、もうずっとこう、ぐち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 結論付けたことは何も言えてませんけど、自分の今のところのその意見っていうか、自分の考えとしては、今の東映アニメーション、プリキュアの公式としての見解、使っちゃダメですよっていうのを今言っていて、でもみんな、それを守らずにって言ったら失礼だけど、それをみんなちょっと、ぼやっとグレーゾーンにしてるっていう今の現状よりは、何かしらやっぱり、規約アップデートするっていうのは多少は必要なのかなとは自分は思っています。でもそれのいい案が浮かばない。皆さんがもし何かいい案あったらコメントで教えてください っていう感じかな。やっぱり自分も動画、プリキュアっていうコンテンツで動画作っている以上、ここら辺はちょっと自分敏感な部分ではあるので、そこら辺はちょっと今後いろいろ公式なんか言ってくんないかなっていうのは期待しています。はい、という感じで、そんな感じでございました。2つコメント続けて紹介させていただきました。大好きにゃんこさんと、ほうじ茶さんですね。ありがとうございました。はい。ということで、では、今回は、そんな感じで終わっていきたいと思います。いつも皆さんコメントたくさんありがとうございます。他にもね、たくさんコメントいただいてるんですけども、ご存知、ポロロッカさんとかもね、今週は、ワシオピーが出てきたね、というか そういう話もあったりしたんですけども、今週すごかったですね、そこら辺も。まあ、いろいろ、コメント、本当にたくさん皆さんありがとうございます。いや、毎度言ってますけども、コメントをいただいているおかげで、こうやってラジオ動画続けられておりますので、本当に皆さんありがとうございますということで、最近のプリキュア事情で言うと、まあ、なんつってもワンプリが面白いと、今言った通り、ご存知ポロロッカさんの今コメントにもあった通り、ワシオ P が出てきたりとかですね。ただ、声優さんはブンビーさんとかね 面白い部分があったりもしますね、ワンプリ。本当に面白いなと思っております。あとは映画ですかね。映画もね、どんな感じになるのか非常に楽しみですね。ということで、では、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時、20時に投稿してるんですけども、収録、録音してるのは3日前の月曜日が最近は多いので、できれば月曜日までにコメント残していただければ、収録、録音に間に合うかなとは思いますので、月曜日までにできればよろしくお願い申し上げます。ということで、では、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。ワンプリ、おもろいですね。あと今週のサムネイルも素晴らしいですね。毎週本当にありがとうございます。ということで、
ではでは、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。また来週の、木曜日のラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画のお相手は藤本博史でした。ではでは。